方を釘付けにする実在した悪魔たち。凍りつくほど痛ましい悪魔があなたを襲います。受験会場から聞こえる受験生の悲痛な叫び、受験生の負の感情が今宵一堂に会する。そんな悪魔を伝えるのはデンダカンド率いる通称悪魔クラブ。今回もね、こうやって皆さんに集まっていただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、本当に3年ぶりですか。君たちはじゃあお名前は何て言うんだい。鈴木亜久、6歳です。生と名を与えられました。あ、ラクミから悪玉奈、7歳です。悪玉奈ちゃん、今日どこから来たんだい。今日は、コリン星から来ました。いろいろおかしい。僕の名前はアクアクモリモリ。ということでね、このメンバーたちと一緒にね、世の中の受験生を苦しめる悪魔をね、一緒に対峙していきたいなと思うんだけども、僕たちだけだと本当に霊が取り付いちゃうかもしれないから、本日は霊に詳しい読みのりこ先生に来ていただいてます。ここでよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、本当に読みのりこ先生もこれ3年ぶりですか。そうですね。はい。何あなたたち今シンプルに YouTube 界から消えかかった。鈴木亜久君大丈夫かな。君も今消えかかってるらしいぞ。芸能界行きません。悲しいオーラがやっぱ見えるんですね、そういうの。そうですね、皆さんの守護霊におんぶに抱っこでやってきたじゃない。それでは、最初の悪魔指を読んでみよう。アクアクモリモリくん。はい、デンダさん。これは、2021年度の共通テストから出た問題です。日本国内における日本語教育の状況を調べるために、独立行政法人国際議員では、S と T の散布図は、つである。じゃない。じゃない。まだ複数人がプレゼントをそれぞれその回で交換会が終了する条件付き確率はヌネ分の何である。あまだな。多すぎやろ。Y イコールなにぬねのである。最低の平均点を出した年の共通テストじゃないか。はい、問題量が多すぎて聞き続けてたらもう例が取りすぎてやばかったよ。本当にじんましん出ちゃう。この年の共通テストの平均点数は37点と私は記憶しております。37点の平均点を出して本当に多くの受験生がもう殺された、圧倒された、殺された。これなんとですね、前回の動画のコメント欄の一番上に僕はこれに殺されました。ぜひ取り扱ってくださいと時間のお願いがありまして、前回の動画そんなダイニングメッセージになってる。ダイニングメッセージ。これ読み付けてみたい。1年あたりこの1問あったらきついよねみたいな問題が4問中3問に入って死んだっていうことですね。これ本当に前回の動画って3年前の動画なんだけど、1年前のコメントめちゃくちゃ多いです。もうあれ3年前なの。3年ぐらいも経ってんだ。今夜の子たち。どうしました YouTube の3年ってあったよ。本当に。しかも、はい、3年のうち2年くらいいなかったよ。それはそうだね。だからこの問題のこと覚えてないんじゃないか。君は記憶ありません。いなかったから。確かに。どこ行ってたの。どこ行ってたの。コリン星行ってたの。コリン星すごい帰省してましたね。あ、帰省してたの。長い帰省だね。帰省のせいは保守刑事です。問題自体は別にそこまで難しくないんですが、時間かければ解けます。ただこれを70分で解けというところがかなり悪問だったという。呼びのり子先生、これどうですか。これそうね、なんか途中で言ってたS と T の何でしたっけ。相関係数ですね。でもそれってあなたの相関ですよね。相関相関統治。まあでもこれの一番の問題点は等価係数からグラフ選べという普通な悪問が出てという、ちょっと答えが 0.63 とか
なったと思うんですけど、この中で 0.63 のグラフどれかなみたいな問題で、あの分かるかの定義というのが、じゃあ読み合わせて選んでください。この中から正の相関が 0.63 のものを選んでください。これどういうこと、嘘、いや本当にそうなんですよこれ。1番と3番はちょっと強そうよね、相関だと、うん、マイナス1から1なんで相関係数、うん、0.63 だと、まあ2番。おお、これ間違ってたらすごいことよ。間違ってたらもう完全なら悪問。今回の答え3です。相当悪問なんじゃないのかこれは。だいたい 0.63 のものを選ぶという問題ですかこれは。ただそれだけの問題、それだけの問題なのに外しちゃうなんて。ちょっと元気なくなっちゃった。やだ、奪われた、正気を奪われてる。ちょっと除霊した方がいいじゃないですかこれ、伝田先生。いや除霊した方がいいかもしれない。それではちょっと一度この地域に。早く除霊した方がいい、除霊した方がいい。出雲でしば、出雲でしば、通行足切り半正気ほう半シャーッシャーッシャーッ、よかった。いやこれで間違えたことがなかったことになった。いや何の危ない、何もなかったよ、何もなかったことになりました。では続いての悪問指を読んでみよう。鈴木悪くん。はい、伝田さん。はい、これは2008年の昭和大学の問題です。次の文章を読み、問1から4に答えなさい。問1、文中の1から48に適切な語句を入れなさい。ただし、いずれも6時以内とする。え、え、のようにぬ、ぬ、を、して、う、して、え、する動きを、え、え、という。いや、え、え、いや、え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 、の排出削減にどれだけの成果が挙げられるか疑問視されている。以上です。いやー、拍手がするような問題だったよ。これは情報量の不足というものが挙げられるんじゃないでしょうか。穴埋めの数が尋常じゃないぞこれ。最初にできてまとまったのが色素っていう。声が出ないもん。最初私ふざけてるのかと思ったのか、実際問題見たら、あなた上手に。ありがとうございます。実はこの辺3、4と現れて、この辺から推測悪魔すぎる。悪魔だから、これだからこの1とか2はここまで読まないと確定しない可能性があるんですよ。パズルだって割り切れば面白いかもね。皆さん、語彙力を失ってしまう。十字架文字ゲームやったことある？あ、十字架文字ゲーム。それはクロスワードですね。あ、そう、そういうとも言う。すごい。あれを解くときの気持ちよさと同じものを感じる。あ、でもこれ革新的にこれって当てはめられるものかしらね。十字架文字ゲームも最初自信ないけど新聞紙って入れてから新聞紙ってなるときあるから。語群とかはあるんですかこれは。語群はございませんよね。え、まあ、だって6文字以内、6文字以内に語群はございません。のにこさん、これ解けないっすよこれ。そうね、今週の穴埋めとかでどうですか。今週の穴埋め。あと思ったのが、生物は一斉京都議定書と答えさせるのがエグいなって言いましたけど。確かにこれ CO2 の排出確かに国際は京都議定書だったもん。などがあるって具体例入るってことじゃないですかこっちは。でもこの辺読んでいったら、あの回が一つ定まる。しかも、これ見たことないですよ。1、2、10、10には、8、10に10やって、10の中に10あるんですよ。ほんまや。で、これは、え、これ、分かりますこれ。1、2、10には、8、10に10や、13、10に10が12個あるんですよ。これ、どういうこと？怖すぎる、これ。あ、だからめっちゃ、これさ、一つの単語で細切れになってるとかそういうことや。あ、そういうことか。なんとか酵素みたいな。あ、6文字以内だから、ホイートスト。ブリッジ。そういうこと、6文字以内だから、そういうことですか、これは。これは悪問中の悪問やろ、これ。これどうですか、これ、先生。これ何やってるか分かる？え？これやってるか、何か。ちょっと何か、え、何ですか？これイコール、これ。あ、これ、ホイットストブリッジだ。あ、ホイットストブリッジだ。あ、これ1分かよ、俺のところだよ。これでみんなで払いましょう。これ。いや、もう伝わりますね。権利受け、流れない。ホイットストン、ホイットストン。はい、か。
いやでもこの例は大体あのこの世の中いなくなったね。リフレッシュ。いやでもこの問題を受けた受験生、あの視聴者の方にいればね、俺は本当になくなったんじゃないのかな。これは仕方がない。しょうがない。それでは次の悪魔郵便を読んでみよう。アクアクモリモリ君。はい、天田さん。これは1992年度の東京大学で出された問題です。 XYZ 空間において X 軸の平行な中面、図形 C の展開図を描け。ただし点010を通り X 軸と平行な直線にとって C を切り開くものとする。本当に、いや本当に危なかったけど、シンプルに難度の高い問題だね。これは何が悪問なんでしょうか。難しすぎてよく分かりませんでした。これは展開図を書けというところが結構やっぱ受験生時間内に解けという中ではかなり厳しいんじゃないのか。でも学校ではよくサイコロの断面図などを書いたりしています。サイコロなどではなく関数だからね。関数を切るというのは難しいんでしょうか。やってみますか。やってみますか。じゃあ早く早く解かないとダメだよ君。そう、わかるでこれを実際作ったんですよね、僕ら作りました。だからこういう円柱がありますと。おお、これをこの点線のような楕円で切った時に展開図がどうなりますかという問題です。この実線で切ってこうペタンとどうなりますかっていう問題ですね。まあ関数なんで、その関数を描くって感じですよ。 XY グラフでちゃんと叩かなきゃいけないのね、うん、ここからここにこう線を引っ張ってここの角度をシータとしてシータ軸と X 軸にこう描画するみたいな感じで見えましたね。いやちょっと危なかったね。君悪問に対応するやつが出てきた。ただし最後のなんか問題文の文章がなんかあの人生の道を切り開くものとするみたいなかっこいい。僕たちへのメッセージ。僕たちのメッセージ。なるほど。ここの C あるじゃない、うん、これはあなたたちコンビの C。 コンビの C 出ました。だから解散するからコンビ切り開いてるんだ。僕たちコンビを切り開いてる。切り開いてる。今だから展開しようとする。つまり僕たちの将来の展望図を書けってこと。よく気づいたわね。うわー溶けた溶けた。でも僕もこれから先どうしていいか分かんないから。なんでやめたんすかこれ。なんでやめたんすかってなんでやめたんすかってなる。これをさては白紙で正解まである。なるほど。だからこれはだからメッセージ性あふれる、まあ非常にハートフルな問題だったと伝わったぜ。なるほど。東大。それでは続いての悪魔郵便を読んでみよう。悪玉奈ちゃん。はい、天田さん。これは2017年の大阪大学で出された問題です。大丈夫あれ大丈夫なの先生。大丈夫。海女優子さん、どうされました。2017年の大阪大学で出された出された何のかも問題、物理です。大丈夫なの。何大丈夫なの。そんなにやばいの。何があったんですか。あなたたちもう怖いもの知らずか。本当に。ボンサを固定壁の近くに置き壁からの反射音を利用してみよう。必要であれば自然数として N を用いてよい。これはもしかしたら出題ミスがあった、そのような問題のことじゃ言ってるんじゃないのか。これはその通りです。これはどこがミスなんですか。壁で、まあ、反射しますよね、うん、それが、まあ、いわゆる固定端反射なのか、うん、自由端反射なのかというのが問題からは読み取りづらい。ちょっとこの辺から先はちょっと聞いた話なんでちょっとよくわからないんですけども、あの音差がですねこういう風に振動してるのかこういう風に振動してるのかでちょっと違う条件になるんですけども、そこ あの論文の条件をちょっとよく見てなかったというあの話があるらしいです。それ今いろいろ深いストーリー。おーおー詳しい。2017年の入試ね、
私が YouTube を始めた年。おおあの頃はね、伸びるのに必死だった。これ、SNS で当時一番話題の物理の問題、うん、解説しないわけにはいかないわよね。はいはい、はい、やるしかね、ドキドキしながらアップしてバズったことがあるわ。おすごい。めっちゃ恩恵受けてた。おおすごい。あの悪霊を利用してますよ。悪霊を利用して金を得てます。一番の悪魔だ。今考えたら結構ちょっと攻めてたなと。あんだけ恐れたらちょっと自分の過去も待ってる。今日私この撮影の前は大阪大学で仕事してる。それが一番の運を持ってきた。本作より今揺れてるわ。心が揺れてる。揺れている。このような悪問に出会った時はあまり深く考えない方がいいんですか。これは受験全般に言えることだけどね、はい、合格点を取ればね、合格なんでね。そうそう、だからこういう問題に出会って親と思った時は先に行くというのがいいんじゃないでしょうか。だから我々は大阪大学応援してますから、逆に取り上げてこういうのはなかったらいいなというふうに思ってもらえばいいかなと思います。一度ちょっとあまりにも悪問がこの辺にうようよしているから、一度霊を退散しよう。伊豆出島、伊豆出島通行は式はい本地剣シャリーンシャリーンシャリーンゲーイ。本題って何かしたっけ。ね、本題も何もしてないです。定義何かしてる。船も何かしてるし、価格がなんか分子量が。おいおいおい、危ないか。危ない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 、敵に回すなお前。まあまあまあ、あれはここ大丈夫、もう敵だから。ということで、最後の悪魔指を読んでみよう。悪玉奈ちゃん。はい、データさん。インテグラル E のマイナス 2x 乗サイン 3x dx。 別に何が難しいこれ。そんなに。これは一見して普通の部分積分のようですが、何が難しい。これは何が難しいんだ。この問題ですね、かの有名な教育系 YouTuber 呼び乗りさんでさえ間違えたという悪魔なんです。こんな簡単なのに。これ僕でも解けますよ。呼び乗り子先生ご存知ですか。呼び乗りという先生が間違えたという話。そうね、なんか間違えて私のアカウントまでよく DM が来るわ。何でどう間違えたかな。どうした呼び乗り子先生大丈夫ですか。どうなった。 C はコンビの C じゃないの。 C はコンビの C なんかじゃない。C はこの世で一番悪しき言葉。オースタントの C。でも、あなたたちもうそろそろ解散よね。はい。最後に隠してたことを言うわ。うん。読みのりたくみと読みのりこは同人物。うわぁ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 ちょっと逃げてないの。読みのりこ先生、こんなもんでも解けないのに。こんなものまで。しかも、俺が知ってる読みのり C を忘れたことをいいことに帽子とか作ってたわ。そう。C ってたわ。C って書いた帽子を作って、広島カープにも怒られそうな帽子作ったから。なんかあれで金稼いでる。やっぱり悪問で金稼いでる。ただの呼び乗り子先生は八問だったんだ。八問の先生だった。詐欺師だ。さっきの問題もそうだけど、悪問を利用してたのは私よ。全部の黒幕、自作自演だったの。おいしいわ。3年前の動画から登録者もだいぶ増えた。今さら気づいても嘘。どうしようかしやがってこいつ。視聴者も気づいてたかもしれないけど、悪問で一番得したのは私。それだけは言わないで。やめて、もう映らないで、映らないで。あなたたちの登録者譲りなさい。渡しなさい登録者。やめなさい。もったいない。落ち着きなさい。そういうことじゃない。損得感情だけじゃないのよこの世の中は。損得感情よこの世の中は。全てを丸く収めなさい、あなたの顔のように。そういえばあなたちょっと演習率変わった
縁じゃなくなってきたわね、ちょっと今さら気づかない。ちょっと今、ちょっと、ちょっと楕円みたいになれてきて、それもそういう意味なのか。テレレテテ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 テやめてもう、あんたはもう逮捕される。やめなさい。はい、悪玉ちゃん、彼を微分して。ビブマシンガン、ビブマシンガン、ビブマシンガン、ビブマシンガン。あ、消えた。霊は微分によって消える。あ、これが本動画の最後の皆さんへのメッセージ。これが本当の悪霊退散。皆様も身の回りに悪霊がいたら積分定数 C のように微分して消しましょう。では、では。